い、どうもポポちゃんです。はい、本日はですねスカイカップメジャーのリーグ戦マーベラス対大本クラブさんの試合をお届けしていきます。はい、解説は無限に来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいね、解説もねちょっと時間がなくて本日朝の5時から解説しております。はい、早朝でございます。はい、ぜひ聞いてください。というところで、マーベラスのスタメン発表というところですね。はい、1番がライト匠、2番がショート優也、3番がピッチャーヒッチで、4番がファースト僕ですね。で、5番がキャッチャー力根で、6番がレフト早崎さん、7番サード茂、8番がセカンド大勢で、9番がセンターシュータというオーダーになってます。さあ、1回表です。さあ、大本クラブさんはねかなりの強豪で、まあ、昔からねある結構長いチームというところで、すごい楽しみにしてきたんですけど、まあ、しっかりねマーベラス初回先制取りたいところなんですけど、これね、これはいい球ですね。いいコース決まりました。そうですね、大本クラブさんのねこのサイドスローのピッチャーの方結構いろんなところで見るんで、やっぱ大本クラブさんの試合ってなったらこのピッチャー投げてること多いんで、まあエース格なのかなっていうところですね。はい、で2アウトから1がデッドボールで出ます。はい、やっぱ大本クラブさんこの試合試合開始10分前になってもけえへんくてねそうでした、そうでした。で聞いてたら別のところで試合やってたって言って、多分ほぼノーアップで、そうです ね投げてるんで、ここチャンスやっていう話はしてたんですけど、まあ案の定ねここ制球定まらずに満塁をチャンスをマーベラスとしては作れるんですけど、まあここでしっかり手入れたいところやね。ここでまずね初回なんで先制点しっかり取って いきたいところですね。でここで6番早崎さん、うまいこと打ってますね。これはこれええ当たりやったんやけどね。でしかもここちょっとなんかセンターとレフトも接触しかけてたから、はいはい、抜けたかなと思ったらちゃんと取ってるっていうね。取ってましたねでまあここはマーベラスゼロということで、せっかくのチャンスをねこう生かしきれないっていう、だこういうところでしっかりとゼロにこの後抑えたいんですけど、はい、さあ先発エース1位です。これ球やったね。ええ球ですね。まあ、しっかりアウトローね、はい、審判の方も外広かったんでそこを使ってっていう感じでしたけど、で2番のこの方の当たりがレフトに結構ええ当たりでした。これナイスバッティングでしたね。これは綺麗に打ってますね。これね、まあ、この1球しか打つしてないんやけど、この前結構粘られてるんよ、いろんな球。だ粘って粘ってしっかりこうね狙い球まっすぐやったんかな、捉えてっていうのはすごいなと思いました。はい、でこれ3番バッターをピッチャーゴロに打ち取ります。さあもう2アウトなんでここで切っておきたいですね。そうですね、まあここ1個空いてるし、まあ無理に勝負、4番無理にねめちゃくちゃ勝負しに行く場面でもないんですけど、これねちょっと甘く入ったんかな、スライダー真ん中行きましたね。で真ん中行って、でこれもう匠大勢とうまいことつないだんやけど、ちょっと送球がねワンバンになって、これで大本クラブさんが1点先制するという形になります。はい、この返し方知ってるというかね、これはナイスボールやったね。これもさすが1位ですね。だからこそあれもったいなかったね、4番で対して。そうですね、甘い球。うん、で2回です。さあ7番しげ、こううまかったけどな、これうまいぜ。しげもうまかったけど相手のピッチャーの方がフィールディング1枚上手やったね。そうですね、うん、まあでもいい揺さぶりですね。うん、だからこういうのができるバッターっていうのはいいよね。はい、でこれ三振、大勢も三振です。これもええ球やな。いい球でしたね。で9番シューター、三振と。あ、ここちょっと流れ的にマーベラスとしてはちょっと良くない流れにはなってきてますよね。で確かこの試合大勢がこう水木の妊娠とかでこう、うん、大勢もなかなか来れてない時期やって、で復帰戦やったね確か。そうですね、まあめっちゃ久々、ね、久々にね今日からまた頑張りますっていうので、うん、来て下位打線に置いとったんですよ。だから本来は4番角なんで、はい、大勢だからまあここが結構キーになるかなというところではあるんですけど、はい、
さあ2回はねしっかりイッチーが三振というところで、これがね、あの三者凡退にしっかり抑えてくれます。はい、で3回入っていきます。だからね、ここでこう投手戦に持っていって1本しっかり出せたらなっていうところなんですけど、こう1番の匠、これも差し込まれてるね。インコース、そうですね、まあ2巡目入ってるんで、ここしっかり返していきたいですね。捉えてはいきたいけど、右バッター結構難しいと思うね、このピッチャー。すごい打ちにくかった。ゆうやもすごい苦戦してたよね、これ。これも、これね、あの、はい、セカンドゴロやったんですけど、あの内野安打ということで、だこういうね、なんかこう、やっぱり、多分キャッチボールもまともにできてない多分状態やったんで、送球ミスっていうのが多分、相手の方もすごい多かったんかなと。あ、難しくなってとっさに行くとね、はい、まあ、こういうのもそうなんですけど、だこういう形でマーベラスとしてはしっかり動かして足を使ってなんとか、そうですね、塁を進めてここ一本一致で出したいと。これナイスバッティングですね。いい感じやったんやけどね、こうやっぱ打たじまやなってか、うん、そうですね、だからやっぱこう2面のグラウンドのやっぱりメリットデメリットっていうのがあるから、うん、そう、今のはデメリットに働いたなと。で僕のもこれ、うん、まあまあ捉えてええ当たりやったんやけど、ファースト正面と、飛んだところが打球がね上がれへんっていうのがあれやね。3回裏に入っていきます。ナイスボールやね。いいですね。アイッチのインスラってめちゃめちゃいいよね。なかなか手出ないと思います。いや、ここにねそのスライダーを投げるピッチャーってなかなかおらんよ。ですね、内外しっかり投げ分けれてるんで。でこれ2者連続三振。はい、結構三振増えてきましたね。増えてきた、増えてきたっていつも多いけど、いつも多いですけどね。これも三振。あ、ここ3者連続三振で、これすごいね、いい流れですね、うん、はい、次回マーベラス打線が、上位打線が目を覚ますということで、匠優也、1、2、3、いいですね。さあ次回ね、ぜひ楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。